皆様こんにちは。おくろとバトルロードマックス村井が社長を辞任したわけ、今回は第5戦でございます。それでは皆様ご覧ください。さあ次の戦いの時間です。うわー、来た紅葉中学校。来たー。でも紅葉中学校、元紅葉中学校、二人の母校。体育館だな。ちょっと待っていい？村井さんがバスケやるの初めてじゃないですか、映像で。おっ、懐かしい。すごい。バッシャ入ってないと足首切れるな。奥能登バトルロードフリースロー対決。イエーイ。超懐かしいな。ここで。私、中学時代バスケ部、高校時代バスケ部、おお、バスケ部対決ってことですね。フリースロー対決、これ私勝ったらドローだからね、完全に。なるほど、全体が。確かに。今までの成績見てみましょう。成績見てみましょう。ほら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 。いさざで食レポで引き分けで、さっき村井さんをほら同点に持ってきますよ。まずはちょっと気持ち入ってきてるね。フリースロー何本勝負なの？そうですね、10本勝負ぐらい。5本、10本、大間先生が5本が一番。5本ですか。交互に打っていきましょう。オーケー。はい。私のね、中学校2年生と3年生時のね、担任である大間先生がですね、今穴水中学校の校長先生をやられていて、で今回ご協力いただいて借りれたんですけど、ちょっとバスケットボール穴水中学校お借りすることができました。ありがとうございます。で、その大間先生が外したら腕立て10回やれ。やるしかない。先攻後攻どっちですか？最初はグー、じゃんけんほい。先行。おっしゃけー。じゃあ真剣勝負でお願いします。しゃす。いやー、安田君って膝をやらなかった。足硬い。足硬い。そう。あ、入った。あ、入った。腕立て10回。腕立てやってるあの人。ちょっとおかしくないですか？明らかには腕立て伏せの数え方がおかしかった。先生の補正が入ってました。カウントだったぞ今。よし、やって。マックス村井の高校行きます。外せんだ。行くぞ。はい、集中。さあ追い詰められた宮下です。出た。大丈夫、余裕。安田家は逆境に強いな。安田家は中学校時代逆境に強いイメージありましたっけ？ありました。適当にやる。もういいや、もう入れちゃえ。よし。あー、外れた。おーっと。いい試合だ。いい戦いだ。先生。先生、完敗です。3投目。ここで。今ここでリードを作りたいところね。リードを作りたいですね。あー、ダメだこれ。さあ、腕立て伏せいけ。よいしょ。ちょっと考える人に合わせてああ、これね。大人になってるからね、楽しく腕立てできるけどね、現役で中学生とかだったらね、本当に嫌だと思うよ、これ。3投目、いきます。いや、いきますって。参ります。2,3 投練習してからこれを本番の1投ですとかやりたいよね。もうやったっすよね、練習。あのね、腹筋20回気持ちができてね、腰って10回で許された。第4投、これやばいな。ここで決めれば宮下先に強烈なプレッシャーを与えることになります。決めに行きましょう。いきます。あああ、もう決めよう、もう決めよう、ああ、もう決めよう。はい、腹筋いきます。1、2、はい、おはよう。さあ来ましたか、ラスト。これラストだ。はい、ラストのターン。これですね、意外とね、連続で打てないことに対しての感覚の、なんかつかめなさはあるよ、普段ね、バスケットやってるわけじゃないし、感覚がまずない中でやってるじゃないですか。もうなんか、リセットされるよね、腕立てないし、腹筋で。もう一度すごい手探りフリースローになるよね。何もない。前段がない。そう、さっきこうだったから今度はこうっていう修正がないよね。学びがないよね。人生そんなもん。大間先生もほら、人生そんなもんだって。じゃあラストいくか。やるよ。あ、早っ。あ、早っ。ああ、なんとオーガオーガポーズ出ました。よし、入れます。いきます。この戦い、一緒に2人並んで腹筋10回ずつ。ほらほら。すげえな。すごいよ。はいよ。交代しよう、交代。プレッシャーかけてやれ。あ、プレッシャーかけてやれ。やばいな、先行怖いなこれ。主人公補正。またいつもなんか。いきます。サドンです。やばい。これは。もう入れるか。ああ。今のは痛いな。マックスさんもう打っていいですか。マックスさんフリースロー始める前に。あ。あ。ちょっとどういうことだ。泥試合。さっき入ると思ったのに。泥試合だ。もう入る気しかしないんだけど。次で決める。うちらしい泥試合だね。いきます。いいね。おお。いいね。久しぶりに見た。入りました。入った。ここで入れるのはやつや。私言うよ。踏んでたとか言うよ。いや、ここは。勝者マックス村井振り出しに戻る振り出しに戻る元公立中学校はマックスライが取った。あら振り出しに戻る。この6時間ぐらいに一体何の意味があったのいやでもほら2勝2敗1分けの結果がね残ってるってことがありますから、お互いこうプレッシャーをかけ合ってこの後の試合もやっていただきたいと思います。泥試合でしたね。ちょっと私ね練習の時ねフリースローね5本中4本決まったんですけど、そうかなり調子よくてバスバス決めてましたよね。大きくてリングに触れないやつ、そうさってやつですよね。音なんないやつのちょっとねちょっと気持ちが乗ってなかったね。負けた、このホームグラウンドに負けた。なるほど。次行きましょう。次の戦いで。行きましょう。行きましょう。行こう。はい。晴れた。やっとだぜ。イエーイ。勝ったな。勝った天気に勝った。これは勝った。こっからね。汚染していい感じですね。勝つよ。でも村井先生これ多分、まあ、どっち勝つか分かんないんだけど食レポあと2つくらいあるらしい。えまだあるらしい。マジで。まあでも村井さんの得意な早食いもありますから。お、来た。そこだ、そこだな、そこだ。得意なものもあれば苦手なものもありますから、人それぞれ。え、得意なの？村井さん早いじゃないですか、食うの。営業で培った早食い。普通の食事が早いってこと？何、まさか宮下、え、ここで意外な得意早食いを見せる。別に噛まないで飲みゃいいんでしょやばい、なんか危険なことをしましてる人がいるぞ。そんなわけで奥能登バトルロード第5戦が終了し、なんと戦いはイーブンに、この後どうなっていくのでしょうか。次回もご期待くださいませ。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスライブでは様々な生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。